択一クイズとは、クイズの形式の一つで、複数の選択肢から正しい答えを選ぶもの。選択問題とも、クイズも含まれるが、択一クイズと呼ばれるのは、3択以上を指すことが一般的である。択一クイズは、あらかじめ複数の選択肢が用意されている中から、答える。2択であるクイズに比べ選択肢の数だけ難易度が上がるが、 ある程度までは缶によって正解できる形式である。文字入力が不要なことから、クイズゲームでは古くから基本形式の一つになっている。最もよく使われるのが4社択一で、3社択一が、それに次ぐ。大量の問題を短時間で解かせるのに適しており、マークシートとの相性も良いため、参加者の実力、得意分野を見るためのテストにもよく利用される。 アメリカ横断ウルトラクイズでは、ほとんどの放送会で、本選最初のチェックポイントとして3択の、機内400問、ペーパークイズが行われ、成績上位者はおおむね後半まで勝ち進んでいた。最も普及している形式で、テレビのクイズ番組では、クイズドルミリオネア、オールスター感謝祭など多くの番組で、採用されている。クイズドルミリオネアでは、 最初は簡単だが次第に難しくなっていき途中で1問の誤答も許されない形式のため最高賞金の15問連続正解は至難の号となっている。クイズゲームでもクイズマジックアカデミーアンサーアンサーをはじめ多くのゲームで採用されている。クイズ番組ではアメリカ横断ウルトラクイズ全国高等学校クイズ選手権で行われた事例が有名である。クイズゲームでは 通常は4択だが、お助けアイテムなどで3択になる、特定のステージで3択になる、パラレルによる分岐があるため、実質3択になるといった例がある。アメリカオーダンウルトラクイズのゲーム版の場合、番組同様3択である。5択以上の問題は、クイズ番組でも、市販のクイズゲームでもあまり見ることができない。ただし、都道府県やアメリカの州の名前、国名を答えるなど、 実質的な択一ク,クイズは時々見かける。フリーウェアのクイズゲームには5択が存在する。このソフトは独自の問題集を作成することができるため、様々なユーザーが作った問題集が存在している。このため、これらの問題集に対応した5ククイズゲームが作られることもある。選択肢として正解が見えているため、外れの選択肢をどのように作るかが重要になる。 実例として以下のようなものがある。逆に選択肢が見えていることから選択問題に特有の出題がある。特徴説の各例に対して一問ずつ例を挙げる。91、麻雀の特典計算機を考案し特許を取ったこともある政治家は誰 ?92、モーツァルトの公共局で実在しないものは ?93、JR 香川駅は香川県にありません。 何県にある ?94? 世界で一番大きい小都市と呼ばれるネバダ州第二の都市は ?95? 地味毛量を漢字で書くと ?96.1 文字で元素記号にならない文字は ?97? 次のうち最も大きい島は ?91?3? カンナオと 92?2? 公共局第3番9三 4、神奈川県九4 3リノ九5 1チミ毛量九6 3 x 九7 4ルソン島。ありがとうございます。